竜宮城は1929年に制作されたアメリカ合衆国の映画でジュール・ベルヌの1874年の小説神秘の島に基づいてルシアン・ハバードが監督した SF 映画。大部分が西気泡テクニカラーで撮影されメトロゴ・レドウィン・メイヤーから一部のシーンで会話や同期した音楽、音響効果などが聞かれるパートトーキーとしてリリースされた。 ヘトビア王国に近い火山島は、島の住民の間の身分の差をなくした、情け深い統治者で、科学者でもある、ダッカー伯爵によって収められていた。ダッカーと娘のソニア、その巨婚者で、技術者のニコライ・ロジェは、潜水艦を建造し、強圧的にヘトビア王国を支配する、ファロン男爵が島に侵攻してくる直前に、 ロジェの操縦で潜水艦を就航させ島を脱出する。ファローンは2隻目の潜水艦でロジェを追い、2隻の潜水艦は海底までたどり着き、そこで恐竜や巨大内カや人間に似た不気味な種族がいる、未知の土地を発見する。撮影の準備をしているジャクリーンが突伝。雑誌、フェーマスモンスターズ・オブ・フィルムランドの記事によると、 制作が始まったのは1926年であったという。しかし、天候の問題や陶器の出現など、様々な問題が生じて何度も制作作業が遅れたり、中断され、映画が完成して公開されたのは3年後のことだった。記事の中には1926年の時点での当初の海底人や、 その後デザインが変更されて実際の映画に登場する海底人のスチル写真が掲載されている。撮影は1927年の時点でモーリス・ターナーとベンジャミン・クリス・テンセンが監督しており、これが統合されて1929年の最終版が制作された。この映画は小説神秘の島の中で背景として語られる ネモ船長の物語に緩やかな形で依拠しており、海底に万里の前編ともみなせるものになっているが、この作品でネモに相当する人物は終幕で死んでしまう。作中ではネモ船長の本当の名がプリンスダッカーであることも明かされるが、この作品の主人公はダッカー伯爵で彼がどのように潜水艦を建造し、裏切られ流浪のみとなって、 復讐に燃えるかが語られる。この映画は長く UCLA 映画テレビアーカイブが所蔵する着色された部分を含む一巻だけが残されたと思われていた。2013年ジョージ・イストマン博物館のフィルムアーカイブに所属するデボラス・ストイバー・カプラハを訪れ唯一残されていた着色版の竜宮城のコピーを精査した。フィルム修復の専門家である彼女は チェコ国立フィルムアーカイブと協力して着色版、竜宮城の修復を行った。2013年12月に、プラハで完全なテクニカラーのプリントが発見された後、2014年10月には、新たに作られたプリントが、第33回ポルデノーネ無声映画祭でプレミア上映された。ありがとうございます。